はい、どうもみなさん、こんにちは。BC スウェルワイドリフト部門 ADC 担当のビビーロイヤル、後藤ミヤとでーす。<laughs> 今回は <laughs>、現在開催中のワイドリフト世界大会は2022、えー、日本一戦国ゲーミング VSEU1 スペイン代表チームクエストの2試合目を見ていきたいと思います。はい。 はい、でゲストはね、一試合目から引き続きこの方でいいはい、BBJ リーです。引き続きお願いします。いやー、BB のミッドレーナー <laughs> もょ。そして僕のね、もっとチームメイトということね。そうっすよ。ゼド、<laughs> うん、もうゼド使い、もうミッドなら何でもお任せやれと、いうジェリーザに来ていただきましたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も。はい、よろしくお願いします。お願いします。引き続きね、もうねもう、もう早速見ていきますか。はい、見ていきましょう。気になる。うん はい。始まりました。やっぱこう B 番、B バンピックも面白いよなー、見とって。うーん、色出るよね。うん、結構でもなんか、うみが難しそうな感じはあるよね、運用が。確かに。また、しおシェン。シェンドのやな、シェンドの。まあ、まあ、あ、この辺一緒やな、でも。うん、まだ戦国としてはね、態度も変わってないし、まあ確かに、ね、1>, 1手目勝ってるから別に何も変える必要はないっていうのが。うん あるからまあ、TQ がどう変えてくるかっていうところでワンピックで変えてくるのかカミルをバンするかっていうとこっすかね、うん、何が一番嫌だったかってところやんな多分前回に引き続き、うん、エコエコやで、うん、まあ多分これは印象的な一緒、まあ、やな、うん、悪影響悪影響やなこのエコー出てきた心がな まあ僕らもね、<ー>ジャパンカップで USG にね、ユーミーを使われて、こう、やっぱ印象がね、みたいな感じでしょうね、ずっとバンっ。ああ、なんだ、ガリオ・ユーミーだったっけうん。<laughs> あ急にね、印象って変わるから、な、うん、ガリオ・ユーミー出てくるなんて思わへんね、どんなもん。ん <laughs> バンピック変わらずですね。じゃあ SG はカミールで。はい、カミールは出す。まあ、変える必要がね、ないもんね、とりあえず、ここは。うん。OP ピックなんで、やっぱり。逆に TQ のピックが。 楽しみうんここで、まあ、さっきはコウキとジェイスかなうんカジックスとかが嫌だったんだったらねやっぱカジックスとか先に押さえたりジックスだったりもいいと思うけど、うん、まあとりあえずジェイスまあ確かにカミールとジェイスってなんかちょっと取られたくない気もするあジェイスはやっぱ強いなうん、うん やっぱジャングルはね、結構今、もリーシン、ジャックス、カジックス、らね、まあ3体かな、みんなローテーションしてるみたいな。うんはあでも変わらへんの。うん、後期。ね、だったらもう、ジグス、<laughs> カジックス。ジグス、カジックスやんな、これは。SG、うん、は多分ね、変えんと思うよな、やっぱ WJC の時からそうだったけど。うん 一緒やってしかも勝ってるから変える必要もね、うん、特になさそうなイメージ。同じ試合展開作ればいいだけで。まあでも TQ 側が変えるとしたらさっきの試合と前回かな。うん、変えるとしたら、まあその西江とかな、やっぱレデイック以前ルールだったから。うん まあ、ルルのとこは変えてきそうかなっていう気は。変っにくそう、うん、ここでさっきはリベン取ってたけど、まだジャングラーは取った方がいいから、まあなんかジャックスかな、ここを自分だったら。うんうん、やっぱ序盤結構強い。まあジェイソコー,かコーキーもいるから、ていうところでこう、まあヘラルド取っとおーフレッシュフレッシュなオリーブやん。フレッシュなオリーブきたな、これ。 もうでで世界大会のスレッシュ、俺、結構勝率高いと思うんだよな。俺、強いわ。でも実際出てきたら嫌なよな、スレッシュ。うん、やっと3も4レンやっとるからわかると思うけど、ね、まあ、全然対面したくないっていう。そうま,ずまずそもそもレーン戦対面したくない、<ー>カニファイト強い、うんで、集団戦もエンゲージできる、ディスなんかなんか他のやつがエンゲージしたらピールもできるっていう。 結構万能、結局万能でこうバルスと合わせる。二<ー>人で結構世界大会を活躍してる。また、あ、はリーシンやね。リーシンのテンポプラススレッシュのランタンとかでもっと速度上げるみたいな。あ<ー>まあそこはリーシンはいないから、でもバルスはとーんないのか,とかに。に後期ジェイス、バルスだとちょっと。さすがに感んある、うん。スリーポークはちょっと重い。カジックスがきつすぎるかもね。うん で、ジャックス、やっぱここはもう強いジャングルでバンして、で、TQ も変わらずかな。あ、さっきはまあ、あれか。裏ガスと、うん。もう一個なんかエン、あの、エンゲージ系だった気がアリスターだったかなアリスターか。うん、え、さっきの個性 TQ がアリスター欲しかったよ、うん、欲しかった。<laughs> はい、あ, <laughs> あーで、リベンバント。まあ、カミールに出してくるかも、ミッドジェイスで、ボトコーキー、トップにリベンっていうのがちょっと嫌で、 でジャックスとングル何出すんだろうねこれロントもできてまあちょっとまあスレッシュもいるからちょっとあんまりできるけど V <laughs> パンチ V でいいかいや超キャッチいきなりもうキャッチ構成にうん、まあ、スレッシュバイのラインよね超強力やねこれは 戦国倍のぶっ飛ばすがもうまいとか関係ないから、ね、やっぱ CC って、うん、やそうね正義よね、まあ、CC は CC ってどんだけうまいプレーヤーでも関係ないからねまあ相変わらずガリオカミルガリオのラインもあるしうんそのままさっきはゼドだったからゼドでもそうやねバにも相性いいからねゼドはアルティメットでットか確かに確かによけれるか 倍取ったってなると、こう、また倍に結構金ないと。うん。やっぱ倍とか理ーーンもそうだけど、こう、やっぱりこう、中断戦とかでキル取りたいよね、割と。うん、ジャックスとかはね、まあ、まあスプリットしてお金稼げばいいけど、倍とかはやっぱこう、店舗重視みたいなところ。絡みたいね、どん,どんどんのアクション。うん。でも、ウルトワーク湧いたらどんどん仕掛けていくみたいな。 動きをしていかないと倍から落とされちゃうからダリウスダリウスダリウスダリ,スダリレネクじゃないんだここ<あ>レネク余ってるなと思ってたんだけど <laughs> うん,うーんまあトップとかでやっぱこう倍でアクションするんだったらこう即時まあ対象して CC のレネクとかまで合わせた方が倍が動きやすいかなと思ったんだけど まあちょっとエンゲージ多めになったって感じかなさっきエンゲージが少なかったからうんまあ増やしてきてまあそうかシシアでもつながるからな、うん、やっぱシの宣告バイダリウスの引っ張りみたいなの繋つながるからダリウスでもいいのかなううのまあただでもちょっとスプリットがまたきついかなと思うんだけどあ確かにスプリットはきつい、うん、ダリウスだとねやっぱカミールのスプリットなんてもう全然ついていけないし 先にプッシュされてサイドから寄られるっていう動きもあると思う結構このあれだな上半身 TQ はまた上半身が結構重要と、うん、でもバイトスレッシュのアクションはは結構個人的には気になるかな、うん、そうね、うん、まあオブジェクトとかのねあの見合うタイミングでももうどっちかの CC 当たればいいしねバッチリいかれて終わるからな、ね、一人 速攻で、うん、っていうタイミングでこう序盤とかは前も強いし、ファーストオブジェクトとかでこう有利に握られるときついっていう部分もあるから、そうですね。まあ、火事だしね、これは逆サイド、まあ、ちょっとミッドでジグスイカしつつ見合って、うん、逆サイド行ってっていう動きの方が良さそうかな。もっとおえー、怖い。 あ、でもやっぱいいね、このスレッシュとかに対してこのミッド3枚で押して、取れば2レベ先行が絶対取れるから、ジグ、うん、ス側は。強いで、あのー、マッチアップの時て、ありっすね、これやるの。もうワードも壊すとおいしい。マジやん。のリオレ、ドアが。れ、ね、レベ、2レベや。 いや,いやー、でかい、これはそういややっぱ、ね。やっぱスレッシュやからめっちゃまた TQ 側の方が有利だったんだけど、やっぱ序盤のあの、ミット一緒に押しが効いたね、やっぱガリオがすぐになったからワードも取って。結構やっぱ今の分かっとった情報やったから、ちょっと削られたくなかったな、うん、TQ からしたら。そうね、やっぱ序盤からこう、レーンでは有利取りたかったな、うん、TQ は。 あれはミッド指導権、二キャンプでミッド行って、ミッドと一緒にだいぶ、これ、これ3レベルじゃないから大丈夫かな、解散。次になるか。危ねえ。ー危ないな。二やったら危なかったな、これ。一応、無理じゃない一応キャノンがある。ああ、でも無理やな。さすがにね。スレッシュまで寄せとる。いや、でももう大きさもおる。いや、もうすごい。 もうでカニ行くか思うたらもうカジカニ取って青取っとる早い普通ここにカジおるそう普通のマクロやったらもうすごいカジがカジがおるかあの、おらんあのガリオが上にああでもこれフラッシュいくでしょスれじあーしよう見るやつあ見とったもんなスレじもうええって顔しったもんなえはよう見やけようよけたようよけた うまゼロがうまい,い。いや、や手裏剣に当てるね。当てるね。ただ、ゴレベサは先行されるけど大丈夫かなさすがにまあ大丈夫でしょう。アイさんはそんなもんやられないけど。まだプレイうまい。と、うん、ジグサルティメント入ってるぞお<ー>お。当てる。当てるけど。オートアタック9で。おっ、やった 通常戦ってでもこれ取り切る判断やね。効果やね。うん。まあね。あーでも。うわーリオーンもちろんあーダブル。いやお前、二スキ強すぎるお前。お前、ないやろお前、そんなお前ロールの方に。いや強いないや惜しかったな、ここ。で五レベ先行から仕掛けて。そうですね。あちょ

まあそこ埋ままっった形になりすちょっとやっぱこうファーストオブジェクトタイミングとか、やっぱこう、まあ、カウンター、逆側行きつつ、ゼドとか、見るにお金入れればいいかなぐらいかなって。うん一応、倍に1キロ入ってるけど、火事の方がやっぱファームできてるから、しっかり。確かにお金んは火事勝ってんだよね 二キャンプ分の差がついた格好味と。天としてはもう減、ん、バイはやっぱファームとよりこうスレッシュと一緒のこれアクションメインやね。うん。ファームよりもどれだけカジックスがファームするまでに。まだ分かっとるわ。あすごい。情報共有量がすごいな。い、うん、やん。的やん。的やで。じゃんこれ。お互いハブレイカーが。

てるが、うん、ちょっとこれはおっこれはもるとこれないよな気がする、ね、やんな <laughs> いや死の宣告からのあれウルトアンなバイの <laughs> あしかも強い、うん、おっとうまい9、ね、が当たるかてる <laughs> ああでも当っちゃってるかそれ ま2、2、3交換、ヘラルドかミッドは折れないよね、多分んギリギリ。ミットはない以上、ウェッティングもかなり、そうね、ちょっと、でもセットアップ相手の方が早かったから、そうやね、しかも CC が、それが強いってやつやられちゃったね。 うまい,いやうまいなこれ。でフレームもフレーもフレームーか。うん。ガリオもアルティメット反応できてるけど。うんやっぱう。しかもこういう形になるとジグスが入れんよな。うん、入れへんダメージ出す位置までいけんし。お湯を取ったなコーキー。うまい。 でもガリオールとも落ちちゃったしなドラゴンもギブじゃないかなさすがカミールに食べさすのスアリやな,アリやな一旦うんトップダイブとかでお茶にボスしかないかもしてれないらしい、うん、でジェイスが5600円いいですね ちょっと遅いんじゃないかなこれは。これは感づいとるなダリウスも。ん。まあまあでもトップタワーは取れそうやねトップビットは一応交換はできるしファーストタレントだから。あーゼド、ちょっと映ってる。もうちょっと大きく崩してありがとう。さあ取り切るか。あっ、惜しい惜しい 時間稼ぎましたが、ワンの目がいい。体力もまだいるし、体力に不安感があるので、ここはチムテス下がる。タワーは守れました。戦国ゲーミング。いスレッシュ協力やな。レポーね。良いな、やっぱスレッシュ。ね、結構でもね、勝率も高い気がするんだけどね、出てる時毎回。ましたが、大きな活躍。ちょっと。隠れ op ピックな気がする。すねすね、まあ、結構 ps エチャンプやから。ね、難しいよね。中身次第やから。うん いやでもみんなうまいで出るときみんなうまいなうん,ん種入れと一種立っとるな種入れでなんかうわ種入れしてんなと思うときないから本当にコスパ重視なんだろう、うん、ああこれゼロずっと圧かけられるああまあでもガリオのアルティメントであ<ー>いやちょっとゼロ苦しいねこんだけそうねやっぱジェイスとジェイス3キルでこれはきつい 1500円差はさすがに戦えなさそう TQ からしたら上のはずっと勝てるからうーんはバイもずっと仕掛ければいいと思ってるもうちょっと嫌なとこに金入ってるねハン,ンドレスの圧,圧やばいなでガリオもちょっとバイウルトまで待ってもよかったかもなガリオウルトー打つのいたい瞬間に押すぐらいでも なんかちょっと交換としては何も交換できなかくてでも逆に SG は下側へ行早いね相手<ー>も TQ も早いでも四枚いる<ー>下にいやスレッシこれでもいやスレッシ入るの<わ>それさすがにおーしうわあわでも下でももう天気や範囲やすごいな五枚かけかえっす五枚か判断がやっぱすごいな <laughs> 世界大会だろうな

えこれ取れる無理じゃないさすがにこれああ取ってるけどもうガリを捨てよガリを捨てようガリをギブ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 ,ギブいやでもカ,ージカイさんミット押してるのマイスすぎるかも<ー>それナイスだねえまあでも悪くいないんじゃない、まあ、うん 1>, 1キル取られたけど全然ミットも取れないし全然大丈夫じゃない、うん もうサポノデッドなんと減られたらもう全然うんでしかもやっぱ 5, 5キル差あるのにお金さ300400、うん、少,少ないからすごいねやっぱこう強いチームあるあるだよね,ねこれキル差負けててもお金買ってるって、まあ、中国チームとかよくそうなったけどね結局カジックスは持っとるでやっぱりねホやお前でオーヘクセカルでもいでもいや落とせるかこれでもスレッシュにあこれでもスレッシュに支えたから うーん、あー、うん、そうね、やっぱスレッシュにあ、でも、勝ちあー、いや、倍強い。はい、強いな。あー、これ、ちょっと痛かったね。うん、ちょっとスレッシュにリソーサーすぎると、<ー>いや、トリフォか。トリフォデスなんすか、これ。うん、これ、使えつ。何これ。 負け取る時に何にもできんけど勝った時は勝つわけだよ。勝て,じゃん勝てえし、痛えし。いーああ、でもお金さ、ちょっと開いちゃったねー。ジャングルのお金さ、なくなったらちょっとこ,れここが一番痛いんじゃないかな、<ー>結局、SG 側からすると。おうね、ここでリソース吐きすぎて倍入ってきて、いやシの宣告も、いや、強いな、そのコンボ。しっかり倍も売ると残してると。うん でこのジェイスのフラッシュハンダも早いな、マジで。バイ落としてたもんね、多分。うん、味ジだけだと。はい、バイア,アルティメット。これなぁ。<ー>もう、そうだった場合は、この、もう見えたらアルティメットがなぁ。<laughs> 気分悪いよな。うわ,うわこれエグいダメージ。うわぁ、マジかぁ、これ。折れたのにないわ、今ミット。ッッドとね、あとラッシュ生きてるんや。宇宙やん。宇宙やえ、これ、行く リソースないけど、うん、家事がどうだジグスがでもこれ、こんだけ孤立してると、いや、怖いね、これジェイスが止まらへんのじゃないか、こ,こ,これジェイスが。うわ、ジェイス、ジェイス、ジェイスが止まらんぞ、んぞこれたぶん。お前、トリフのスキルフェイスとお前、生かすなって。 いや、足早すぎるやろ、こいつ。いやー、1万1000か、倍に。いや、これ、しんどいな。これ、えぐいな。もう、倍強すぎや、これ。帰りにドラゴンと。うーん、これ、ギブでもよかったんじゃないかな。帰ってる読みだったのかな、でも S g としては。あ,<ー>あと、視界がよかったね。S g からすると、これ、すごいワードを受けてるから。 で、リコール見えてたし帰ったやろうって言ったらリコール止めちゃってで、こうぐちゃぐちゃになるとねジグスが本当にダメージ出せないからきついよねだとゼドも連戦ですごい倍に圧かけられてたからうーん育ててないよねあ,<ー>あんまりん <laughs> この意地のてて意地のウルトエグい大喜びやろほんのな いいお金もっとんないでいすごいよこれお金の稼ぎ方がめちゃくちゃいうま、ん、い z ゼド九千はちょっとこれゼド目線僕もよく、z、ドプレイするかわかるけど割とやることないね、うん、そうだねスプリットももう止められるし、うん、でバイのもう多分折れてるからうん でまたスレッシュいってるこれあ一応スレッシュはフェイスのシャットダウン取りたかったけどうれしいよまあまあでもギブするとこギブして取れるとこ頑張って取っていこうっていうわけあれやろねなんかさっきがちょっとスレッシュ狙いすぎ感はあるよねおお 反応。あら、ちょっとまっちゃったか。まあでも結局負けてたら、負けてる時こそアグレッシブにこうやっていかないとね。うん、そうね。俺も行くすごいな。まあゾー履かせて、ジグのアルテミトも履いて。いや、でもある。でもどうだ、どうだ、どうだ、どうだ。一番硬い。パイが一番硬い。 落ち着きたバイ・ジェイス・コ期キのシャットダウン入れたいね。えミルゼドにレベル高いね。そうね。だって日本のだけの大会じゃ負けてたらこんなに攻めへんもんな。ね、アクションの遅さとかね。いや、本当にアクション早いな、やっぱり。

そうですねバロンが湧いてるとうーんバロンこうなると当たりたくない,当たりたくない本当にバロンスティールぐらいしかないけどっすねいいやこうたではありはあただ。 ゾウニャーまあずロア,アルティメットも残ってるから、うん、でもダブ残ってないんだよな、ああ、ナイスナイスです、うん、ちょっとニスの影がなかったの怖かった怖かったけど、あいい、ねいいね、あ、もうミット取れるのでかや,はりいいやこういうとこうまいなて

まあでもジグスアルティメットあるうん,うん取るしかないさすがにエルダワー湧くからなジャングルはいけんなジェイジャー怖いねエルダーまあギブワンチャンジグスのウルトおお待ったね相手めっちゃスティール警戒してるわあいやここやででも問題は うーん、そうやな、エルダーバトルやけどね、スティールとかもスマイトバトルには絶対してくれんやな、もうどのチームもそうやから絶対反転してるもん、すごい勢いで。うん、やから、もう綺麗にミッドから入っていって、なんかワンチャン勝つしかないさそうな気も。ではいますね、この陣形だと、そう、こっから始められるとジグスがね、怖いよな。うーん。いや、大も怖いもこれ。うん ポーズでるあでもできなくとうわその入り方はえぐいなこれ,これはエグいないや後期パッケージ右からジェイスはもう,もう涙目よジグスこ <laughs> ジグス無理やなフラッシュもないのにどうしろ言うねーーしうそしてネクサスうん まあさすがにクエストだねこれは。ゲーム。ゲーム。やっぱインスペッシュえぐいな。うーんキャッチーもどっちかだったらもうデス、デッドやねはいそれでは総評の方に移らせていただきたいと思います。はい。はーいえー、っとじゃあまず S 字側からなんですけど。はい SG 側はちょっとまあ構成的にやっぱ序盤に相手の方が有利があるっていうところもあると思うんですけどそこでちょっとまあ当てに行き過ぎたかなと相手はこう,こうスレッシュの位置スキルからえっとまあバイっていうねこうキャッチとかがめっちゃ強い構成でこう序盤からこう当たりに行ってこうオブジェクトを全部取られていった まあでもまあ中盤以降のこうカウンターの動きとかもめっちゃ良かったんですけどまあそれもちょっとフォーカスがスレッシュに行き過ぎててうまあ逆転のためにやっぱこうシャットダウンゴールドとかを取りたかったっていうところからやっぱこう他のキャラ狙っておけばもうちょっとお金は稼げたかなというところがあるかなと思いますは,い、はいじゃ逆に TQ 側 TQ ですね、はい、TQ はまあバンピックの構成とフバイトスレッシュ、うん うまく使って、うん、まあキャッチして、まあ、特にあの最初のヘラルドとか、すごい、やつと思うんですけど、うん、カジックスがスレッシュにキャッチされて、そ,ね、そのままバイナルでメトまでつながって、ガリアのウルト反応したんですけど、まあ、その前に、ガッて一気にヘルス削ったりとか、そういう CC チェーンがやっぱ構成通りに見えなんで、うん、そこ、すごいうまかったなっ、やっぱその試合動いていったなっていう感じですね。でそ,うすねそのままやっぱりもう中盤以降もう うん、育った場合がとんでもないダメージ出してくるんで、また <laughs> 進化っていうぐらいのダメージ出してくるし、足は速いし、なんか硬いし<そう> <laughs> <laughs> っていう場合の、育った時の場合あるあるなんですけど、うんまあ、そのまま有利取っていったって感じですかね、個人的には。そうですね、どっかでこうサイドとかでアクションゃなくて、しっかりこう集団戦でね、うん、このオブ,オブジェクトで有利取ってっていうところはね、本当に綺麗だったっす、ね、ですね。 やだだすはちょっとじゃあまたこの試合のターニングポイントのお時間です、皆さんこんばんは。んんは MC や文谷町でやらせていただきますということで自分がこうターニングポイントに思いますのは10分52秒のこうドラゴンの一個前の集団戦ですね。あここです、まあ、ちょっと、はい、流していきます まあここ先、トップがまあこうカミールが寄れてて、バイも寄りたかったんですけど、スレッシュにフォークを全てを吐きすぎた。結局、スレッシュも落とせず、そのままもうね、リソースも落ちてるから、えいうところでこう相当戦みたいな感じで,そで、ね。そうですね、スレッシュがちょっと思ったより耐えましたね。アリウスが結構まだ遅かったんで寄るのが。そうね。かけるタイミングとしてはすごい良かったんですけど。 ちょっっと深くまでで行き過ぎたって感じですねこ、はい、こでもう速攻落とせないならもう下がってっていうところで、はい、ここでこうお金さん元々もともと1,000円もなかったんですけどここで一気に 5K 離れちゃってっていうのが痛かったかなとでその次のまあ集団戦でちょっとまあより動くんですけどその次の集団戦もまあ,あとカジックスとか上のレベルを上げるためにもちょっと一回ギブして。 ね、こうファームしてレベル上げてちょっとビルド揃えてっていう風のをやった方が良かったかななんて思いました <laughs> はいアダスすごい難しいことなんですけどねやっぱ相手も世界レベルでうん <laughs> 私まあ僕たちはこう本当紙知ってんで、ね、見てるから言えるっていう <laughs> 結局プレイしてるとね違いますもんね、うん、僕らもプレイいざ試合にするとそう <laughs> もう今のしここ仕掛けたシーンもやっぱボットを先に押せててで多分場合も見えてたのかな だからまあエンゲージタイミングとしてはもうめちゃくちゃ良かったんですけど、まあまあ、その相手が相手だった、そのスレッシュだった、硬いし、堅いしそいつに支えたら、ちょっと他が落とせないよっていうところで、だったかなと思います、うん、アダスー。ワ<い>イルドリフト世界大会アイコンズ2 0 2 0 2 2が開催中となっておりまして、PCSL 公式 YouTube チャンネルにて、ウォッチパーティーを開催中なですので、ぜひぜひ一緒に見ましょう。 見ましょう。はい見ましょう概要欄にね、BC セル公式チャンネルの YouTube の URL 載せておきますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。はい、お願いします。あと、ね、私、ビビロイヤルはワイドリフトロールの解説動画、プレイ動画をたくさん上げております。はい、はい。このね、動画の高評価と、えー、自分のチャンネル登録、Twitter のフォローなんかもね、お願いいたします。それでは、2試合目、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。3戦目でお会いしましょう。バイバイ